腹すいたでしょ。あんまり痩せてるから玉のように丸くなるように玉って名前にするわね。わかめ。お父さん。汚い捨て猫なんか飼うんじゃない。元の場所へ戻してきなさい。ごめんね、タマ。風ですな。タマ、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 はい。ねえお父さん、タマ物置に隠してあることどうしてわかったの？ワカメの様子を見てピーンと来たんだよ。あの時から父さん、タマをすっかり気に入っちゃったじゃないの？懐いてくると可愛いもんでな。